今ない〇〇を妄想する N8 招待招待二等兵の友人屋でございます。 T 隊長です。隊長でございます、はい、KKO 問題をぶっ壊 す、うん、っていうことで、うん、まあ、不安パトロールに出ましてですね、うんうんうん、まあ、そうしたところ博報堂ソロモンラボリーダー、うんうん、荒川和久さんっていう人がいらっしゃるんですけど、うん、まあ、この方そのオワコン時代っていう、うんうん、まあ、終わる婚活の婚で、うんうん、オワコンみたいな結婚の婚、そう、うん、で結婚が終わるっていう本とか、うん、そういうなんて言うんでしょう、うんうん、男性が結婚できない時代どうやって生きていこうみたいなことを、はいはいはい、考えてらっしゃる人の、うんうん、まあ、話でですね、うん、どうも男が余っているというのが現状で、今全体未婚男性と女性未婚女性の人口の差を見ると340万人男性の方が多いと、日本で、日本で、で、まあ、20代から50代、まあ、この結婚するゾーンで比較しても300万人結構男性の方が多い。20代から30代でも145万人、うんうん、これはもう国税調査でそうなってます、うん、だから全人口を見ると女性の方が寿命が多いんで、まあ、そう、っていう死ぬ時にはそう、 そうなんですよ、女性の方が、うん、なので、まあ、まあ、その結婚の適齢的なところで見ると、うん、で比較しても女性の方が少ない、少ない、男性の方が多いっていう現状でございますと、うん、でこれは世界的にそうだよと、うんうん、あの女性の方が少ない、そう、アメリカでも592万人男性の方が多い、人口14億の中国でも3350万人、あそこはもう一人っ子政策なので、もう男性が多いともうそうなっちゃうんですよね。で、あとはそのインドネシアでも、インドネシアというのは人口4位でも673万人、まあ、インドに至っては5000万人、もう一つの国ですよね、もう男ばっかりだとっていう、うん、この KKO 問題、 KKO 問題を調べていくとですね、うん、男性が余っているっていう現状にぶち当たったわけですね。余っちゃうね、はい、うん、で、まあ、アメリカではこれをこじらし、うん、まあ、インセルっていう問題ができました、うん、テロ起こしたり、そう、インセルっていうのが出てきて、うん、インボランタリーなんちゃら、要は、うん、不本意な禁欲主義者、うんうん、要はもう出せない、うん、出したいのに、うん、あの柔らかいものに触れたいのに、うん、出せない、出せない、不本意っていう人たちが、まあ、これは社会が悪い、そう、社会が悪いってなって、まあ、彼らのと、うん、まあ、主張が行き過ぎると、うん、要はもう女性を、うん、そのレイプしてもいいだろ、うんうん、文句言うなっていうことになっていくんです、ね、うん、これはとても危険なんですよ。危険ですよね。危険というか、はい、いいわけないです。いいわけない。なんでまずそのもしか今パートナーがいないんだとしたら、うん、優し、女性には優しくだよと、うんうん、男は守るものだよって、うん、これ今 LGBT 問題の時にこの発言って良くないんですかね。男は守るものっていうのは良くないかもしれないんですけど、あ、まあ、でもその人が男かどうかって話じゃないですか、 LGBT。自分は、あ、そうですね、外見は男だけど心は女なんだって思ってたらその人は女ですよ。なるほど。あ、っていう方は置いておいたとしても、まあ、その自分が自分で男だって思ってる人、人は女性を守るべきだとは僕は思ってます、うんうん、ちょっとマッチョな時代に生きてきたので、うんうん、っていう問題がある中でその、うん、KKO 問題、うん、キモい金ないおっさんっていうのは、うんうん、この辺とちょっとなんか、うん、問題は別なんですかね。問題というか KKO おっさんレベルで、 KKO さんだとおっさんおっさんになっちゃいますね。 KKO、 はい、うんと KKO 問題、キモい金ないおっさんを、はい、まあ、そのレベルと一緒にしちゃっていいのか。でも、まあ、その中にそういうコアな人たちがいる可能性はありますけど、はいはいはい、インセルって呼ばれる、インセルって呼ばれてる部類の人がここに入ってる可能性はありますけど、はい、一般、まあ、マイノリティですよね、きっと。なんかまさしく、うん、その私最近上映されているジョーカーっていうのを見たんですけども、うんうんうん、そのある、まあ、ジョーカーが生まれることによって、うんうん、要はここの人たちが扇動されて街を燃やしていくっていう話なんですね、うんうんうん、それってなんかそのあ、なんか影響力を持った人、インフルエンサーがいることで街に暴動が起こるって、うんうん、なんかその
それはあるかもしれないですね。最近で言うとあの去年かな、渋谷でハロウィン、車をひっくり返すみたいな、俺悪くない、あれも要はその暴動の中に集団心理的な、そう、的な話になっていくと、まあそういう不安になりませんかっていう、私はちょっとそれはも、問題だと、この KKO はそこに絡んでいるんじゃないか、そこに行く可能性はあるかもしれないですね、これっていうふうに私は思ってしまってですねっていう問題と、もう一つそのセルフネグレクト、要は、そういう僕は誰にも相手にされないっていう思いをこじらせることで、例えば最近で言うとあの新幹線殺傷を起こした被告が、あの万歳ってやったとか、でも死刑って言われ、死刑を免れて、僕は無期懲役になりたい、夢が叶った万歳、それどっちかというとインセル側じゃないですか。ああそうか、セルフネグレクト側ではない。でセルフネグレクトっていうのは要は自分はどうでもいいって思うことで、要は掃除しなくなる、お風呂に入らなくなる、っていうのが積み重なっていくと、結局それって食べなくていいになって、もう自分なんかどうでもいい、どうでもいい、で死に至るっていう問題にもつながっていて、この KKO を保険そうほったらかしとくと、どっちかに行ってしまう、どっちかに行ってしまうっていう危惧があり、体調、これはねやっぱりこのぶっ壊さなきゃいけない、前の動画で KKO をぶっ壊すって言ったら、それ KKO にミスってますよって言われて、違う違う間違えたって、ね、KKO 問題をぶっ壊すんじゃなくて、 KKO を作った背景をぶっ壊す、背景をぶっ壊すっていうことで、で今問題としては、このKKO が抱えるインセル側に落ちる人、セルフネグレクトに行く人を止めなきゃ、止めなきゃっていうのと、じゃあそれを表す KKO をぶっ壊すじゃなくて、KKO を育んだものが土壌を表す言葉を何かっていうのを、何かね、NHK をぶっ壊すみたいに明確なものが、明確なものがないと正当ができないと思って、問題が3つあるんですよ。でここで隊長の出番です、どう料理しましょうと、でソロモンラボリーダー荒川和久さんは、まずこの、KKO に対してっていう提言ではないんですけど、その孤独な人の問題としては、つながりを持ちましょう、人とのつながり、もうこれはネット的なものでも、ある、ある場面ではこことつながってる、ある場所ではこことつながってるっていう、あの深い、一人と深いつながりじゃなくてもいいから、ある場所でつながり、ネットでもバーチャルでも OK、 人と人であれば言ってます、まあ、だからネットゲームとかでもありみたいな、ありなんですかね、まあそれはちょっと僕は古い感覚なので、そのネットゲームやったことあります？ないです。僕結構あの、結構というか昔なんですけど、ファイナルファンタジー11、ファイナルファンタジーが初めてオンラインゲームになった、時に友達と始めたんですよ、めっちゃ面白かったですよ。仕事が終わって、仕事がこう10時とかに終わって帰ってくるじゃないですか、夜中の12時にどこどこで待ち合わせとか言って、職場での友達と、マックにいるわけじゃないんですね、そっからマックにいる、友達ん家に集合なわけじゃなくて、なるほど、そう、集合っていうのはゲーム内のどこどこの場所に集合なんですよね。楽しそうです、ね、楽しかったですよ。確かに私の娘、小学校5年生なんですけど、遊び方はそんな感じです、そう、だからゲーム内のどこどこに集合みたいな感じで夜中の12時に集まって、あ、確かに、でもそれは、その人に役割があるわけですもんね。そうゲームの中とは、そうゲームの中で、僕がこう、なんか僕結構文句とかやってたんですよ、あの魔法が使えない感じですね、魔法が使えない感じ、肉弾戦でみたいな、で防御力弱くてみたいな、でも返しの打ち撃が出るみたいな、返しので攻撃力が強いから、でもあんまり攻撃すると相手がこっちに向かってくるんですよね、そうすると回復の人が大変だからみたいな、戦士の人がもっと高いみたいな。確かにそれはあのジョーカーの中にも出てくるんですけど、お前らは誰も見向きしねえじゃねえかっていうのが出るんですけども、ゲームの中とはいえ、役割があるとそれはいいのかもしれないですね。だから楽しかったですよ。リアルに楽しんでるのと同じような感覚でゲーム内で楽しんでる。だとするとその、もしか孤独を感じている人は、ゲームの中でもいいから、そのつながりを持つっていうのは、あのセルフネグレクトに落ちない、
っていう面では、うん、とても大切なことかもしれません、うんうん、っていう話ですよね多分、はい、もう何でもいいからちょっと誰かとつながりを持ってみたいな。で、あとその、まあ、セルフネグレクトで問題なのは、うん、そのまあ、掃除もしなくなるっていうのは不潔になるわけじゃないですか、うんうん、それってもその、まあ、実社会でも不潔な人って、うん、まあ、同性からも異性からも歓迎されるわけないですもんね、うん、歓迎されるわけないから不潔になってる。もう歓迎されなくていいって思ってしまってる。あ、自分その気持ちの問題、もう自分なんかどうでもいいんだって思ってる。あ、だからこの人を救うにはそうじゃないよって周りの人しかないのかなって。でも周りの人がいないわけです、ね、周りの人がいないから、だからそこに落ちるまでの間ですよね。こう一気にそこにはいかないと、はいはいはい、何かがあってそのきっかけでこうだんだん徐々に落ちていく、はい、ってなると、その中でこう周りの誰かが気づいてあげられるととか、まだこのちょっと落ちたぐらいだったら人にまだつながりがあるわけじゃないですか、はい、その状況でこう誰かに助けを求めるとか、まあ、ちょっとそれコミュニティ的な、まあ、ソーシャル、はい、ソーシャルというかネットでもいいし、いいし、こう本当仲のいい友達とかでもいいし、はい、そういうところにこう積極的に関わるとか、まあ、仲のいい友達ってなかなか難しいですよ、ね、うん、でもまあソーシャルの、あ、ソーシャルごめんなさい、ネットの中だと、うんうん、まあ、ネット内でつながるのは多分そんなに、ね、ゲームに参加して役割があれば、うんと、だから僕はこう、僕もともと富士通で働いてて、はい、そこの富士通の友達3人なんですよ。なるほど。で、だからもともと仲がいいんですよね、はい、でこうその3人でどこどこに集合って言って遊ぶじゃないですか。で次の日会社に行くと会社でゲームの話ばっかりしてるんですよイチャイチャしてるわけですね。でもそういうゲームって別に違うとことつながって遊んでる人も多分いるんですよね。違うとこと、でその中でこう行くと誰かと知り合うわけですよ。はい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 。でその場だけで終わってしまう人もいるし、そこで仲良くなる人もいるんですよね、はい、ああ、なるほど。で僕たちはここでこうグループを作ったんですよ。そのチームみたいなのが作れる仕組みがあって、はい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 、そこで作って、でこう誰かを募集したりとかして、あ、新たにこう仲良くなった人とかがこう結構いる。ゲーム内で仲のいい、漫画のオーバーロードみたいなの始まり、いろんな人がいるって感じですね。いろんな人がいる。で、はい、仲良くなった人がいっぱいいる。だから結構仲がいいんですよ、はいはい、で普通にこうチャットとかしてましたからね、ゲームじゃない時とかでも、だとそういうつながりは、まあ、うん、役割という意味では全然ありですよね。そうそうそう。で今度違うゲームやるよってみんなで違うゲームに行ったりとか。あの、でも、うん、あの、まあ、なんでこんな話をしているかっていうと、うんうん、その電車の中で、うん、この一人の人の、うんうん、問題を、うん、孤独問題を考えている時に、うん、まあ、前の動画でも、うん、その清潔感があればっていう話をしたじゃないですか、うんうん、して、まあ、そういった経緯があり、うん、まあ、電車の中で、うん、その僕がね今あのこの電車の中にいる女性に、うん、木村拓哉さんと僕、うん、どっちを選びますかってやった時に、うん、果たして全員が木村拓哉さん、うん、まあ、ちょっとジャニーズ事務所なんで木村君って言いましょうか、うん、みんなが木村君のことをいいって言うかなって思ったんですね、うんうん、多分何人かは僕って言うんじゃないかってちょっと思ったんですよ。そこは、うん、と確率的に言えば僕的にはゼロではない。そうで、その割合がいくつかっていうと分からないだから100人に1人かもしれないし、はい、1000人に1人かもしれないし、1万人に1人かもしれない。確かにその、ね、ジャニーズのニューイヤーパーティーの時のお客さんに、うんうん、聞くと多分全員木村君になるでしょうけども、電車の中だとなんか、うん、いや優しそうだからとか、うん、でも分かんないですよね。違う理由で僕って選ぶ人がいるんだろうなって想像した時に、うん、じゃあその孤独だって感じている人も、うん、と木村君、うんうん、ってなった時に、場合によってはいや、なんかゲーム一緒にやったら楽しそう、うん、だからこっちっていう、うん、その趣味を書く、要は趣味、うん、だからが合うとか、うん、そういったことで全然木村君よりもモテるってことはあるんじゃない、僕の中で、はい、電車の中で来たら、まあ、確率ゼロではないけど、はい、そんなに高くないかなとは思うんですよね、はい、もちろん。でそれは僕のことも知らない、僕っていうか、まあ、例えば僕とキムタクだとして、木村君です、木村君だとして、はい比較したとして、はいはい、まあ、そこら辺の人は僕のことをそもそも知らない、
なるほど。で木村君もそもそも知らない。そうですね、知らない人同士です、ね、テレビでしか、まあ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 、はい、見ないんで、その人がどんな性格をしてるのかとか、優しいのか怖いのか、はい、遊び人なのかどうなのかっていうのもそもそも知らないわけじゃないですか、はい、でそれは僕も多分同等なので、はい、ゼロではないかもしれないけど、まあ、確率的にはそんなに強くはないかなっていう。ってなってきて、僕が勝てるとすれば、はい、リアルなとこですよね。リアルに自分のことをどんだけこう信頼関係、ホームタウンにしてしまう。だから電車の中でこうとりあえずこう僕と木村君どっちがいいですかって言った時点で若干こう距離は近づいたわけじゃないですか、はいはいはい、リアルに一回会った、でその中で僕がどんだけいい人なのかっていうアピールができればどん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 こう寄っていくことはできるのかなっていう、はい、からライバルにはならないですよね。向こうが実際に知り合いだったら勝てなくなるかもしれないけど、それは勝てない。向こうの方だったら勝てるわけがないそう、はい、だけどこっちのホームであれば勝てる可能性は出てくるかなって。でその見てくださってる、うん、もしくは自分のことを KO、うん、KKO だと思ってる人が、うん、もしくはなんかその落ちていくならね、うん、いや落ちる必要は全くなくて、うん、その、うん、いや木村君よりもモテるよ、モテるよっていう、うん、カスタムサムネイルにすれば、うん、みんなが見てくれるんじゃないかと。そうなんかあのそう僕はこの FF ファイナルファンタジーやってた時も、はいはいはい、ゲーム内で恋愛してる人とかいるんですよ。ちょっと待ってください。ゲーム内の恋愛っていうのは、うん、キャラとキャラ、キャラとキャラだけど、キャラとキャラでもこうだんだん恋愛感情に近い気持ちにはなってくる。でもネカマの可能性もあるんですよ。ネカマの可能性もあるけど、ネカマの可能性は相手もそこまで、ああなるほど、そうそう、あでも楽しそうですね。なるほど、うん、でこういついつにどこどこで会ってきたとかっていう話とかを聞いたりとかして、おおみたいな、恋愛だみたいな、急にそうそうそう、あリアルでも会う、リアルでもこうゲーム内ですごく仲良くなったりとかして、はい、でたまたま家がゲームとかだと、まあ、家遠い可能性もあるん で、 そうですね、はい、でここだったら春日井なんで、そんなにこう名古屋の人とかもそんなにたくさんはいない、はい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 、いなかったんで、はい、だけど東京とかだとそこそこいたりとかして、なるほど、この間ちょっとお茶してきたとかって話はめっちゃ素敵な話じゃないですか。そうそう、おーとか待って、そこの中だとそうそう木村君に多分勝てますよね。勝てますよ、全然勝てますよね。そうそうそう、だからそこそこの格好とかしていけば清潔感ですよね。清潔感出して、はい、そう嫌われないレベルにしていけばこう話は合うわけじゃないですか、はいはい、木村君とファイナルファンタジーの話はできないですよ。あ、まあ、もしかしたらやってるかもしれないけど、めちゃめちゃうまいかもしれないですけど、うまいかもしれないけど、はい、まあ高い確率でそんなにはやってないですよね、はい、忙しいだろうし。 なんでこの前あのメッセージをいただいた方も、うん、要は自分は、うん、その漫画も、うん、ゲームも好きですっていうのを、うんうん、あのこんなんていうんだろう、あそうそうそう、プロフィール欄に書いてます、うん、そうするとそれを見てきた人は、うん、もうそもそもゲームも、うん、アニメも、うん、好きなのね、うん、もしたら私も好きっていう人かもしれない。そう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 、でそうすると結構うまくいきますよね。そうですよね、うん、っていうこの何でだろう、うん、全然俺らだってね、うん、木村君に勝てるんだ、勝てる部分はありますよ言い方優しい勝てるんだってなれば、うんうん、なんかその俺なんかって落ちる人は全くなくて、うん、そう別に誰かと比較する必要はないんですよ。あそもそも、まあそもそもね、そうそう、はい、なので自分のことをこう好きになってくれるっていうか可能性のある人は多分世の中に山ほどいる、絶対いる、うん、からそれがゲームが好きだったらゲームの中だったり、うん、アニメが好きだったらそういう何でしたっけ、コミケとか、はい、そういうところに行ったらそういう出会いは共通の趣味を持つ、ありますよ、ね、うん、ありますよ、思うんですね、うん、いや僕もあのこんなつらさらしてもともとはあの20キロ太ってたので、うん、これよりも、うん、デブでハゲ、うん、の中でもやっぱりニーズはそうだって、その時に結婚してますよね。その時結婚してます、うん、こう痩せた後じゃなくて、全然痩せた後じゃなくてデブでハゲの時に、まあ、結婚できてるんですけど、うん、それも、まあ、スポーツジムで、うんうん、まあ喋っていく中で、うん、
だからスポーツジムに通いなさいではないと思うんです、ね、あ、ないです。いや、そのスポーツが好きだったらスポーツジムに行ったら気が合うし、まあ、気が合う人がいるよっていうことですよね、うんうん、はい、だからそういう、こう健康とかスポーツに興味がある人がスポーツジムに集まるんで、はい、話が合いやすくなるし、はい、だから自分の好きなところを探してそこに行ったらいいんじゃないかなっていうことなんですよね、と思いますけどね。そこは、うん、あのリアルじゃなくても、うん、ゲームの中でも、そういう例はあると、うん、そう、そういえばあのうちの会員さん旦那さんとはモンハンで知り合ったって言ってます。狩りに行こうぜ。狩りに行こうぜ。で、あれですよ、愛知県と東京の遠距離恋愛して結婚して愛知県に来たって。っていう、やっぱりこともまた、こともあ今の時代は、うん、まあありますよと、うん、なので、そうそうそう、あの俺はダメだっていうのは、うんうん、もうなしにしましょうと、うん、ゲームが得意だったらゲームが売りになる可能性がありますよね。だって今は本当その e スポーツ e スポーツ e スポーツでお金を稼ぐ人もいますし、あの好きなマイクラの動画を上げて、うん、そうそう、動画で稼ぐ人も、巨万の富を稼ぐ人もいますし、うんうん、だゲームが好きならゲームでお金を稼ぐこともできる時代になってきてる、はいはい、素晴らしい世の中ですよね。中でなんか私はなんかサラリーマン我慢をしてサラリーマンをしてますけど、ユーチューバー始めましてコツコツと好きなことをやっていけば、まあこれもこんな動画誰も見るわけないじゃないかっていう人が始めましたよね。で始めましたよね。だけどこう増えてるんですよ。本当に。そう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。だからこんなのでも見てくれる、面白いと思ってくれる人が絶対いるんだっていう。そうで、ちょっと最近はって気づいたんですけど。はい、うん、今なぎすけっていうのが、うん、Amazon プライムで始まったのご存知ですか？わかんないです。アニメ？いや、なぎすけっていうのは草なぎ剛さんと、うんうん、ゆうすけサンタマリアさん、いや、プスツマの、うんうん、2人が、うん、あのプスツマの制作スタッフで、うん、Amazon で始めたんです、うん、で相変わらず喋りはグダグダなんですよ、うんうん、で、うん、初め見ててグダグダじゃん、うん、って思いながら見てるんですけど、うんうん、2人が楽しそうに話してるんですね。はははで、なんか楽しそうに話してるのを見るのっていいなって。ははこんな感じですよね。そう、多分人が楽しそうに話をしているって、ははははなんかホワーンとしながら、うん、見ちゃうっていうのも、もしかしたらニーズになるのかもしれない。そうそう、なんかいろんなこれっていうんじゃないと思うんですよね。本当に僕が言う多様化じゃないですけど、でも、まあ、まさしく本当に僕今人が普通に食べる動画見てます、うん、あただ食べるだけの動画です。大食いの動画とか視聴率高いじゃないですか。そうで、大食いも最近はもうちょっと疲れてしまって、うん、ただ普通の人が普通に食べるっていうのを見てます、うんうん、でなんかそう、おっさんの24時間をひたすら撮影してるやつとか結構見られてるとか、もしかしたらこれもそういうなんかおっさんずラブ的な、おっさんずラブ的なのもあるのかもしれません、うん、その展開はちょっと期待したくないですけどね。僕も望んではないんですけども、まあ、このキャッキャキャッキャをね、キャッキャキャッキャおっさんずらでもこれをね2人で、うん、あのカフェに行ってできるわけないじゃないですか。2人でじゃあちょっとハーブス行って喋りましょうって言ってこの話はできないですもんね。ちょっと何してるのおっさんはみたいな、これがこのカメラがあって初めて、そうそう、成り立つ成り立つこの喋りですから、うんうんうん、はい、これからもあの続けていきたいと思いますね。あのまたこの KKO 問題をぶっ壊すは、うん、まだちょっと名称仮ですけども、うん、まあ、NHK をぶっ壊すはないですけども、うん、なんか社会に対して何かしたいですよね。この KKO 問題を構成している何か、うんうんうん、見つけての名前はちょっと今日これミッションクリアできてないですけど、うんうんうん、これはまた今後の課題としてこの問題は取り上げていきたいと、うんうん、まあ、そう考えるとゲームとか面白そうですよね。ゲーム、ちょっと待ってください。ゲームで居場所を作る、自分の居場所を作る、これこのワードを最後に、このワードを最後に一旦ミッションクリア、一旦ミッションクリア、うん、いいですか。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。会員チャンネル登録もよろしくお願いします、はい、どんどん増えてます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ゲームゲームゲーム